はいどうも、地獄から蘇ったレイエルでございます。はい、いやもう前回の動画でね、なんなら昇天する感じって予想はしてたんですけど、個人的に見事ね、昇天は回避しました。なんならもうストーリーが良すぎて、ただ高まるだけっていう感じの動画にならなかったんで、はい。で、今回はでもね、多分ね、ダメやわ。あ、死んでまうと思う。今回はですね、せっかく今回イベントのね、SR、そして UR、僕の推し全員がね、そこの枠をいただけたということでね、サイドエピソードを見ていきたいと思います。いやー。まあね、皆さん多分ね、愛ちゃんと、羽男ちゃんは言うたら達成でなんとか見れるので、まあ頑張っていただけたら見れるとは思うんですけど、まあカナンちゃんはなかなかねレアじゃないかなと思います。まあ公開的な意味ではね、うん、ネタバラシが嫌って方は本当にまあちょっと申し訳ないんですけど、僕の推しということでちょっともうサイドエピソードを確認していきたいと思います。で、とりあえず最初は、愛ちゃんから、まあ愛ちゃんから見ていきましょうか。この間のお泊まり会めっちゃ楽しかったよね。あれの続きの話ね。まさかの制服で後日談、みんなとどっか行きたい、泊まりがけでさ、旅行とか行ってみる。いやほんまそれな、続編を期待するぞ俺は。一泊二日くらいなら、いやマジでお願い、ストーリー作って。もうほんまに行ってみたいな、本当に、うん、できるかもしれないわよ。もっとマリーたちが有名になったら、ミュージック、アクア、虹ヶ崎でワールドツアーなんての、夢じゃないかもと。いやそりゃいいや。じゃ実現させるためにも、いやもうほんまにもっと頑張んない。俺らも頑張って応援せなあかんねんで。うん、いや普通にいいやんけ。じゃあお次はね、我らが小泉花代ちゃんを、見ていきましょう。サイドエピソードのこれも多分あれなんですかね、エピソードの続きなんですかね。あ、全然違うかったわ。俺が出てきたわ。カヤチンのお手製にゃん。おー、漬物ね。この前、アイソンからのカツカツ。あー、でも一応エピソード的な繋がってるんや。そしたらもう、美味しくて。あ、結局ぬか漬け花代スペシャルが出来上がったわけですね。もうこの年なってさ、20半ばなって、漬物がマジで美味しいって思うようになったよね、俺も。やっぱ若い頃ってあんまりね、ちょっとね、漬物なって感じだったんですけど、まろやかで優しい味。本当、ありがとう。これからもいろんなお漬物に挑戦してみようと思って。うん、任せな。また食べていただきますよ。嬉しいな。全ていただきますよ。はい、で多分僕が死ぬのはここになります。はい、サイドエピソードのね、こっちの覚醒の方のサイドエピソードね、もうこれ毎回思うねんけど、これダメですよね。もう毎回これちょっとだいぶね、えげつないのボンボン飛んでくるんで、行ってきます。こんなにヒラヒラしたパジャマ初めて着た。あ、違うよ、本当にパジャマなわけじゃないの。これは次のイベントで着る衣装、パジャマをイメージしてるの。え、私が出る時の格好見たかったの？別に面白い格好はしてないよ。でも気になるんなら、うちに見に来る？あ、ただのお宅になってし、ただのお宅になってしまいましたね。まだ大丈夫や。ちょっと後で花代ちゃんの家に、ちょっと、行きたいと思うんですけども。かなちゃんに関しては、もう。歌やダンスをするのはなかなかハードだけど。この衣装の 3D グラフィックが。たまらないね。ちょっとこれ目のやり場に困るんですよね、毎回。すいませんね、僕の動画であんまこういうこと言わないですけどね、ちょっとね、困るんですよね。好きになりそう？これでまた一人、海の虜が生まれたね。もうね、俺は海の虜じゃなくて君の虜なんですけどもね。はい、それはまあ、よしとしましてですね。まずこっちから行きましょうか。まだまだ。じゃあ、俺が出てくる。出来役子が出てくる。
なんか早い、オートが早いよ、見られないよ、今なんて言ってた今。よかったわね、探し物見つかって。はあ、なんか探してたの。何人ごとみたいに言ってんの。マリ、もう少し机の上や引き出しの中整理しなよ。あって、うえじゃなくて、それそれ何ファッション雑誌。あ、ファッション雑誌。いやーもうカレンちゃん、そういうの、いやーまあまあまあ、いやちょっとこうちょっと、ま、待ってる間暇でね、ちょっとすいません、ちょっと見てしまいます。わかりやすいところに入れてた私も悪かったよ、気にしないで。いや、あんたそんな雑誌見んくても全然いけるでしょうに。いいじゃん、私だってこういうの読んで勉強しようと思うことあるよ。いや、まあ可愛いな、もうあるよ、いいよ、あっても。あ、前の話ね。あ、前の話か。なるほど。笑うな。いやもうちょっと結婚したらいいよ君らね、もうほんまに。愛ちゃんの服もいつもおしゃれだし。まあまあ確かにそれはな、それはなんか分かるわ、強いわ。もう君まで面白がって。いやすいません、すいません。いやあの、今からうちでコーディネート大会しましょう。ちょっと俺も行くわ、もうそれちょっと。もう一緒にちょっとな、あの面倒見たらと言われて。いいよ、自分で考えるから。っていうか、やっぱり面白がってるじゃん。でもね、俺はカランちゃんのそういう一面もな、大好きなんですよ。そういうところ、やっぱ女の子は、やっぱりね、そういうね、おしゃれも気にするでしょうに、やっぱり。うん。いいと思います。ね、もう、で、もうこの人ほんまにな、目の痛い、ほんまお前、ほんま困ってんな、俺な。お兄ちゃんな、お前な、そんなな、もう、上、そんな出してこう、下もそんなん出して、言うて、そんな、教えた覚えないよ、もう君。じゃあ、多分、皆さん、もうこのストーリーを見たら、今回の動画は、させていただく、流れになると思います。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤロンでした。それでは、行きましょう。どうかな、似合う？パジャマ風の衣装だってさ。スクールアイドルってどんなタイプの服もステージ衣装にしちゃうのね、面白いや。よりパジャマ感を出すためによくパジャマに使われる生地でこの衣装も作ってあるんだって。だから普段着てる衣装に比べてかなり楽な着心地なんだよ。締め付けないし通気性もいいし手触りも柔らかいし。なんかこう着てるだけで気が緩んでくるんだよね。うっかりライブ中に寝始めないように見張っててくれる？彼は勝ったのだ。そう、かけがえのない命と引き換えに。